もかまです。キングダムズリボーン実況パート7やっていきましょう。こちら世界地図、右側の大陸は我らが日本の独壇場となっております。そして前回ですね、西側の、まあ、ユーラシア大陸っぽいところに、日本じゃなくて3本ですね、作りましたと。はい、でですね、前回技術が進みまして、ついに産業時代に突入しました。この工業化を前回アンドックしましたと。なので今回は産業時代の建物をバンバン建てていきたいなと思います。はい、さすがに産業時代の建物になるとこういう純和風ではなくなると、どうかな、鉄、どうかな、まあ、ちょっと建ててみたいとね、わかんないんですけども、どういう見た目なのか楽しみです。ということで今回はですね、産業革命を進めるというのと、ユーラシア大陸勢力を拡大していくという二本柱でやっていきたいと思います。いきましょう。石炭が鉱脈枯渇したって、おお、初枯渇だね。これはまあ当然枯渇したらもうどうしようもないもんな。壊そう、壊すしかないわ。はい、もうこの日本の島の中には石炭ないね。ここは行きます。あれ買えないな。あ、そっかそっか、これ海外入植しなきゃいけないのか。ここ入植めんどくせえな。いや、それだったらあれだな、ジャパメリカから持ってくるか。ここいっぱいあるんじゃないの。あ、全然だ、216しかない。まあでもいっぱい掘ればいいわけでしょ。もうここ大陸だもんね、たくさんあるでしょ。ほら、ここにある、ここ。ここを買う。はい。海を渡る必要がある。このフェリーを使うといいっぽいですね。市民が海を渡れるようになります。ここに1個。ん？うん。で、反対側か。うん。石炭の採掘場を3つぐらい並べると。見て。人々はあなたを愛しています。だって。もう、俺も愛してる。相思相愛じゃん。今までは確か、まあまあ、慕っていますとか、なんかそんな感じだったんだよね。ちょっと弱めな表現だったけど、愛していますだよ。I love you だよ。その愛に応えるべく、頑張っていかなきゃね。あー、腹減ってるって。大丈夫。もう、食料手配したから、今しばらくの我慢だよ。空腹こそが最高のスパイスって言うでしょ。ね、これも、愛だよ。おー、フェリー。フェリーがめちゃめちゃ浅瀬攻めてるな。座礁するぞ、おい。これに多分乗ってるんだろうね。あ、メーガン。メーガンさん乗ってます。職場へ移動。なるほど。フェリーって言ってもこれ一人乗りなんだね。じゃあ行こうか。工業化。まずは、高度な製鉄所。鉄の延べ棒を大規模に生産します。どこを工場地帯にしようかな。ここら辺にしようか。ね、ジャパメリカの役場と、宝石地帯の真ん中、パゴダをね、前回作りましたけど、ここにね。パゴダの近く、ここ作ります。はい、家が遠すぎます。そうですよね。だから、ここの工場地帯に勤める人たちの家を作ります。ここら辺かな？ここに、1、2、3、4、5、6。で、市場も作っておきますと。製鉄所ってこれ、電気いらないんだっけ？石炭火力発電所は不要でしょうか？これも建てとく？あ、待って、鋼材必要だ。鋼材はないわ。鋼材ない。まあ、いや、とりあえず置いとこう。鋼材って確か、もう一個の、これだ。鉄鋼工場。これですね。待って、鉄鋼工場もなんだあれ、知らねえ。コンクリートか、あれ。コンクリート、これだ、コンクリート工場。はい、研究完了。ここに、はい、レンガが足りませんな、圧倒的に。レンガ工房を増やしましょう。これは、おお、できたできた。これが製鉄所だね、高度な製鉄所で、こっちがコンクリート工場。電気はいらなそうだね。コンクリートは石材と砂か。これでコンクリートを作る。原材料がちょっと遠いか？もうここで取った方が早いよね。砂の採掘場、ここに。
採石場はここら辺かね。はい、コンクリートを今作っています。ちゃんと書いてあるね、コンクリートって。わかりやすい。っていうか、ちゃんと和の成分は残してあるんだな。無理やりすぎる気がするけどね。よし、これでコンクリートも作れるようになったので、鉄鋼工場行きましょうか。鉄の延べ棒と石炭を利用して鋼材を作ると。おー、でかい。いいぞ。人がね、足りないのよ。ほら、製鉄所とか20人とか使うでしょ、労働者。コンクリート工場も17人だもん。すごいな。一方、その頃、日本はまあ安定してるかな。うん。3本はいかが？あ、でも人口増えてきたね。よかったよかった。さあ、こっちはちょっと拡大をしていきたいところですね。これ何これ？あ、肥沃な土地が広がっており、農業に適してます。だって。へえ。でもこっちよりは、やっぱり、西の方行きたいよね。このストームハイムとかね。というわけで、進軍開始。はい。領有権を主張していきますよ。じゃんじゃんいきますよ。うい。ジンドラ地域安いな。376って。お小遣いで買えないこれ。肥沃さゼロだもんね。凍りついた高原ではほとんど何も成長しません。ん？地域を征服する併合ってあるけど。これ、ここ併合できるの？これストーンサークル。え、何これ？遺跡。あ、アーティファクト、こういうとこにあるのか。しれっとあったね。あ、なるほど。これで、掘ったアーティファクトを、ミュージアムだったっけに展示すると、街の魅力度が上がるのか。なるほどね。じゃあ、征服させていただいてよろしいですかね。え、戦争なる？あー、やっぱ戦争なるのか。属州が、ちょっと待って、これ何？あー、スベンさんのところ？スベンさんって、もう、ここですよね。ここ。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。軍事の準備しますから、ちょっと首を洗って待っていただければと思います。機関銃とかあるけど。ここら辺は軍事ユニットかな。大砲、歩兵。ああ、この辺り行きたいっすね。せっかくだったらね。そっか、モビルスーツも行けるのか。これでスベンさん、蹂躙したいな。鉄鋼工場、完成。おお、ああ、屋根瓦。いらんって。いらんって、そういうところ。あ、鋼材でアップグレードすると、電力が必要になります。電力を利用して30%早く作業。へえ、あ、なるほどね。そういう使い方なんだ。石炭火力発電所。完成。おお、わかりやすい。はいはい、石炭を使うと。うんうん。で、50kW 発電できると。どっちかというとでも、コンクリートがもっと欲しいかな。これからたくさん使えそうじゃない？コンクリート。これを電力消費するようにしましょうか。アップグレード！まだできるぞ。機械の高度化。レベルごとに効率プラス 5%。へぇー。鉄鋼工場もアップグレードしちゃおっかな。電力使おう。鋼材を、多分ね、今、研究しているモビルスーツ。これ多分鋼材使うと思うんだよね。なので、はい。よっしゃ！できましたー！モビルスーツ！おぉ、モビルスーツ。え、鋼材 309？ おぉ、これはすごい。でも、攻撃959ってすごくない？これ。歩兵が147。すごっ！え？ 7 倍ぐらいあるってこと？待って、大砲やばいんだけど、大砲攻撃1218だって。これ、あ、でも鋼材465。使うねえ。いかん。石炭がない。鋼鉄作るのにすげえ使ってっからだ。あ、ここ作れんじゃん。この工場地帯のすぐそば。あ、ここ、こんな、あ、あったんだ。ここで行きましょうよ。結構まだあるよね。わあ、1万以上あるもん。あるじゃないの。もう作ろう作ろう。いっぱい作ろうよ。ちょっとこういうマスケティアとか馬上州とか全部売っちゃおう。軍隊全部近代化します。鉄鋼工場も増やす。2軒にする。これはいいぞ。
モビルスーツ4体、歩兵8、大砲2。これで戦力いっぱいいっぱいだね。じゃあここのストーンサークルがある、スヴェンさんですね。このスヴェンさんのところの、土地をですね、地域征服併合しましょうか。これは多分すげえ強えぞ。モビルスーツ。ゴー！はい、攻撃開始。九州とは失笑を禁じ得ない。かつて我が軍はより大いなる敵をも打ち負かした。5万は破滅を呼ぶだろう。もう全然話にならないでしょ、これきっと。ああ、もう多分どんどん、瞬殺じゃない、これ。あ、敵も大砲持ってきましたけども。もう全然です、全然。はいはい、はい、じゃんじゃん行ってください。サクサク終わらせようね。あ、でも結構やられてるぞ、モビルスーツ。モビルスーツやられてる。大砲が強い。いや、でも、いけるいける。よし、併合しましたー。やったー。でも結構やられたね。じゃあ、ストーンサークルの遺跡を発掘しましょうか。異国の装飾品。これはミュージアムのコレクションに配置すると、都市の魅力が 5% プラスと。うんうん。ミュージアムのアーティファクトコレクションで、異国の装飾品。おー、入りました。都市の魅力が増えた。で、これ何これ？首都に建設されたホテルは、サービス品質にプラス 50% のボーナスを得ます。もう今得てる。あ、これ全部もしかして、コンプリートすればってことかな？巡礼所の、あと2つ。いや、3本の食料がずっと少ないな。これさ、アップグレードでなんかなかったっけ？あ、このあたり。えりすぐりの種子。農場生産力プラス 10%。肥料。これもそうだね。これやりたいなぁ。ってなると、ここら辺からか。牛の牧場。ラーメン屋。動物園。で、えりすぐりの種子と。うんうん、ガンガン行こうよ。肥料はまだ足りないけども。研究だけしとく。ラーメン屋建てたいな。米と豚肉から美味しいラーメンを作ります。だって。じゃ、ジャパアメリカに豚の牧場を作りましょう。ちなみに上2つは羊の牧場です。はーい。作って、動物を飼う。金ならあるからな。よし。で、ラーメン屋を、じゃあ、この工場地帯の住宅街に建てようか。ちょっと、みんな工場で働いて、汗かいて塩分がね、足りないから、ラーメン食べて補給して。あ、すごい。豚骨ラーメンか、牛肉麺が選べる。あ、牛肉麺にするともしかして、牛肉でってことだよね、当然。ラーメン屋。いいね。オブジェがあるよ。うまい。で、牛の牧場、これはどうしようかな。これは3本に建てようかな。ここはここで食料少ないからね。ここら辺に。おー、牛。いいね。あ、牛乳を作るんだ、これ。で、そうか。容量が最大になったら、牛肉が手に入るということだな。あとは動物園だね。作ろうか。砂漠の動物園。はい、できた。動物園。あー、まだ動物がいないと。で、あー、ミュージアムと同じようにコレクションがあるんだね。あ、パンダ、パンダ。確か、あれだよね。カードショップにパンダいた気がする。いた！ 20 万。20万は買えないな。いや、ちょっと頑張ってみるか。いろいろ物を売ったらいけんじゃねえ。よし、20万貯めた。買うぞ、俺は。パンダ。はい。動物園コレクションにパンダ。セットオン！どこだ、パンダ。パンダいる？ん？パンダいなくない？これ、この肉？これ、パンダの肉？あれ？ここに出てくるもんだと思ったんだけど。いないね。あ、この熊セット、もしかして。これをコンプリートしないと、出てこない？こっち。他の動物どうすればいいの？例えばここになんかいるけど。赤い鹿。あ、これ捕獲できるじゃん。捕獲する？あ、動物園配置できるって。お！やった！あ、こんな、金に物言わせればいいの。あ、じゃあ、もう熊も行きましょうよ。熊セット行きたいですね。これは、あ、イノシシ。捕獲。
意外とクマいねえな。イノシシとシカはいるんだけど、クマいねえぞ。ちょ、マジで全然いないんだけど。クマ絶滅した全然いないぞ。え？今、領土外も探してるのよ。領土外に行ったらもうそこを領有しちゃえばいいからね。金に物言わせて。と思ったら金全然ねえわ。あ、サンバーだったね、これ。捕獲。くそ、クマちょっと今のタイミングではいないっぽいから仕方ねえな。とりあえず、イノシシ、赤いシカ、サンバー。あ、食料消費量 5% マイナスだって。お？これすごくない？え、今このジャパアメリカだけかな、これ。すげえ。でもやっぱなんもいねえ。ひどいや。なんでなんもいないの？寂しいったらありゃしないよ。ちなみによく見たら、市場に力士の浮世絵っぽいのがある。その隣、うわいいね。市場は突っ込みどころ満載だね。というところで今回はここまでにしましょうか。いやー、今回メインは、工業化ということでね。はい。ここに作りました。鋼をね、作れるようになりましたと。いうことで、あくまで頑張って瓦屋根でなんとかしようとする、この力技ね。これをちょっと感服するところですけども。はい。勢力的には、こっちですね。3本。ユーラシア大陸の方ですね。ここを、勢力を広げましたと。で、一部ね、ストーンサークルがあったところ、ここをね、スヴェンさんからね、国から奪い取りましたと。いうことで。今後ちょっとスヴェンさんのところをね、どんどん侵略していきたいなと思います。技術ツリーもね、まだありますね。はい。まあ、だいぶ終わりが見えてきたけどね。あとは姫路城を作るのと、あとはなんだっけ、もう一個。これだ。黄金の仏閣。これを作ることで、ゲームはエンディングになるというはずです。はい。というのをですね、今後。目標にやっていこうかなと思います。はい。ということで今回はじゃあここまでしましょうか。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。